野菜とかも全部、もうとにかく全部高い。で自炊してもあまり外食と変わらないぐらいのなんか値段になっちゃうから、一番やってほしいのはこの物価高をなんとかしてほしい。昨日衆議院が解散し、事実上の選挙戦がスタートしました、はい、知りたかではつながるみんなの声と題し、皆さんが暮らしの中で感じている声に耳を傾け、その思いをつないでいきます、はい、今回は物価高をテーマに声を聞いてきました、ね、はい、食費だけでこんなかかってくるから、うん、ねね、不安でしかないよね。まあ ね、 ね、 ちょっとね、不安。福岡市博多区に住む宮崎さん夫妻、10歳と7歳になる子どもたちと暮らしています。今一番楽しいことなんですか？ラグビーと水泳。2年生4年生になって食べる量がガンって増えたんですよね。来年になったらもっ、うん、もっとこれが男の子のね、 お家だと もっと食べるんだろうなっていうのは常々思うけど。宮崎さんたちが向かったのは近所にあるディスカウントストア、はい、この日の夕食に使う食材の買い出しです。あ、うどんあった。うどんにするちゃんぽん麺、どっちもがいい。どっちも4玉ずつね。これじゃあ今日の分と明日の分ね、うん、まとめて。カゴに入れたのは1袋29円の生麺、地域一番安くてついついこれこう狙っていつもうち4玉はあっという間に食べちゃうので、4玉とあのこんにゃくでかさ増ししたりとかして。3年前から続く食品を中心とした値上げの波、今年は年内最大の2911品目に上りました、うん、これは3年前に宮崎さんが別のお店で食材を買った時のレシート、はい、この時の金額は2500円ほどでしたが、今月同じお店で全く同じ食材を買ったところ750円ほど高くなっていました。パスタとかあのラーメンとかが高くなってきたかなと、ごま油、オリーブオイル、サラダ油もプラス多分100円とか上がってきたかなと思うんですけど、豆苗のお味噌汁にするか、そう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 。少しでも出費を減らすためこんな工夫も。豆苗はだいたいこう切ってこうやってお水に入れとくとまたニョキニョキって出てくるので、だいたい3回は食べますね。大根とか人参のいつも捨てちゃってた部分なんですけど、こうやってまたニョキニョキって出てくるんですよ。何円とか何銭とかそういう世界だけど、ちょっとね。いただきます。はい、いただきます。はい、いただきます。はい、おいしいです。女の子なんですけど、どんどん食べていくと思うんですね、大きくなっていったら、まあ、その時にちょっと本当に物価高騰っていうのはすごいきついなっていうのは本当に僕たちは思っている。少しでもなんか物価が安くなってくれればなと思いながら、はい、考えて2人で話してますね、うん、もう今物価がねもう高騰しすぎてて、やっぱり皆さん生活が困ってると思うんですよね。まあ私たちももちろんそうですけど、物価を落ち着かせるためには何をしたらいいのか、じゃあ国民は待っとくだけなのか、それとも何かをしたらその物価が落ち着いていくのかとかいうことをやっぱ教えていただきたいなっていうのはすごく感じてます。発信していただくっていうところをやっぱ本当考えていただきたいなと思います。一方、物価高の影響は食品を作る業者にも。こんだけいろんなものが上がってきて、正直あともう生き残っていくのは難しい状況にはなってきてると思います。糸島市にある豆腐メーカー高取食品、今こちらが明日納品分の、福岡市の学校給食の豆腐を今作っている最中ですね。創業からおよそ60年、福岡市内の学校や病院、スーパーなどに卸す豆腐を作っています。今頭を悩ませているのが生産コストの急増です。まあ原料である大豆がですね、もうここ3年ぐらい前に比べたらもう約 50% ぐらい値上がりしてますね。円安などの影響で価格の高止まりが続く輸入大豆、
それに加え、プラスチックの容器代や電気代などの高騰も影響しているといいます。そのコストが上がっている分、その分単価に反映すればいいんですけど、なかなかそういった商品での価格転嫁が難しい。安定して安く買えることから物価の優等生と呼ばれ、食卓を支えてきた豆腐。手頃な値段という印象が強いため、小売店などで値上げしづらい現状があるといいます。今現状、福岡市豆腐組合に加入されている豆腐屋さんが毎年のように廃業したり、もう辞めちゃうというですね、まあ、現状が結構続いてますので、まあ、製造ができるように物価の安定ですね、まあ、これ本当政策として頑張ってもらいたいですね。まあ、消費者から言うと、はい、その全体的な物価の値上がりもあるし、天気などによって野菜の値段もまたそういう変動するやつも高くて、ね、災害だったりとかですね、本当にきついですよね。でも物価高ってもいろんなことがもう絡み合ってというか、原材料価格もそうだし、原料電気代だったりとか、どこをどう対策するのかをやっぱ具体的に候補者の皆さんに提示してもらいたいなと思いますよね。物価高対策など各党の経済政策はこちらです。